はい、では今回はソロギターの調べから、千と千尋の神隠し、あの夏へを、弾いてみたので解説していきたいと思います。D ドロップの5カポですね。で、最初のこの押さえ方が難しいって書いてます。確かに難しいです。薬指がちょっと離れるので、手がちっちゃいと難しいかもしれないですね、これは。で、まあ、この辺は簡単ですね。ちょっと裏拍から入るんでちょっと難しいかもしれないです。でも慣れれば、何かこう見本の曲聴くより感覚で弾いてた方がいいかもしれないです。これはで、ここのとこですね、 G6 の9って書いてるとこ、5弦を押さえてるんですけど、僕5弦この押さえ方ができなかったんで、5弦を省いて6弦を小指で押さえて、あと人差し指で3、4弦制覇してますね。ちょっと端折りました。で、ここはここの6弦の5フレットはですね、薬指で押さえた方がいいと思います。ここですね、コード G のところ、3列目の一番最初ですね。ここも、5弦の5フレットを弾くところなんですけど、ここはピッて、端折りました。ここもちょっと難しかったんですけど、ちょっと工夫して5弦の2フレット書いてるところ、G の音 B のところですね、は5弦2フレットをですね、中指で押さえて、で2、4の、ハンマリングついてるところは人差し指で押さえると、次のこの1、3のところですね、 Cマイナーに移りやすいので、ちょっと試してみてください。で、ここは、薬指と中指で2、1押さえるとですね、いいと思います。ここちょっと難しいですね、1、テテテ
その前の小節の1、3、この部分は人差し指で2弦で、薬指で3弦押さえると、次のこの移動が出やすいので、これも試してみてください。ここも、5弦の2フレット人差し指で、次の4弦の3フレットも人差し指で押さえると、次のこのここのが入りが入りやすいです。Gって書いてあるグリッサンドっていうんですかね、グリッセンドしてきて、このスライドして、スライドだけで終わるんじゃなくて、ゼロに行ったところでまた弾くといい感じになると思います。でここの1弦2フレットは薬指で弾くといいですね。指で押さえると次の B フラットの時に入りやすいです。でここの正波ですね。でここの3弦5フレットは中指で押さえるといいと思います。でここの、0から4のですね、ハンマリングで4フレット鳴らす時、1弦3フレットの音はちょっと伸ばした方がいいので、この人差し指を残したまま中指でハンマリングするといいと思います。ちょっときついんですけど、指が。ここも同じく2弦の3フレットは小指です。でここの3連符入って、次の Cm に入るとき、ここは非常に難しいです。何回もちょっと弾き間違えましたね。ここはちょっと練習してみてください。押さえ損ないが結構あると思います。という感じになります。どうでしたでしょうか。まあざっとですけど、僕の押さえ方参考にしてみてください。では次の動画もお楽しみ。